はいこんにちは今日はタンパク質ということでやっていきましょうまずはこちらをご覧くださいいや美味しそうなお肉ですねぜひこれステーキにしたいですねさあ皆さんお肉といえばやはりタンパク質ですよねまずはちょっとタンパク質って何なのか定義を覚えていきましょうこちら見てくださいポリペプチドとありますね多数のアミノ酸の縮合で生じたペプチドのことを言います皆さん ジペプチドトリペプチドやりましたよねその中でも多数のアミノ酸となればもうポリペプチドと言っちゃっていいんですねさあこうなったからにはペプチド結合いっぱい持ってますよねそういういっぱいペプチド結合を持ったやつに対しておよそこうやって言ってますタンパク質を呼んでるんですねよろしいでしょうかさあ今日はこのタンパク質一体どんな分類があるのか見ていきますしっかりとついてきてください さあタンパク質の分類ということで見ていきましょうこちらですどんな分類があるのか一番大きな枠組みで見ていきますまずはこちら単純タンパク質とありますね加水分解するとアミノ酸だけを生じるタンパク質のことを言います例としてはなんか変なこと書いてありますがちょっとケラチンとかコラーゲンとか有名なものがありますねこんなものが単純タンパク質になりますさあ とても簡単ですよ。だって加水分解したらアミノ酸だけなんですからとても単純ですよねだから単純タンパク質と覚えておきましょうでは続きましてこんなものがありますこちら複合タンパク質と言います。何でしょうかこれ加水分解するとアミノ酸以外に糖類色素などを生じるタンパク質そんなものをうんですね例としてはちょっと難しい用語ばかりですねさあまとめておきましょう タンパク質というのは大きくこの単純タンパク質そして複合タンパク質に分かれます両者ともお名前はそんなに難しくありません一番大きな分類としてしっかりと押さえておきましょうさあ単純タンパク質の分類ということで見ていきましょうこちらです先ほどやった単純タンパク質こいつらは 加水分解するとアミノ酸だけを生じるそんなやつらでしたよねさあこいつの分類をちょっと見ていきましょうまずはこのやつ何でしょうかねこのくしゃくしゃなやつはこれにはお名前がついてますこちらですこういうのを球球状状タタンンパパクク質質と言いまますポリペプチドサが球状に丸まったタンパク質のことですねこのポリペプチド差というのは例えばアルファアミノ酸アルファアミノ酸アルファアミノ酸みたいにドアってくっついてるわけですよね これをうわーってくしゃくしゃに丸めてポイってやったのがこれなんですよそうですからイメージのままなんですねさあこいつの例としてはこちら卵白などですねさあこれは皆さんなんとなくイメージつきますよね卵白などがこの球状タンパク質となりますよろしいでしょうかでは続きましてこんなものがありますいやー今度はさっきと比べたらだいぶ綺麗ですねしっかりと繊維みたいになってますそうこれもポリペプチド差があるでしょ これをくしゃくしゃにするんじゃなくて、シュッとちゃんと並べたんですね。それがこちらです。繊維状タンパク質と言います。何本かのポリペプチドさが束状になったタンパク質のことを言うんですね。これそのままですよね。イメージは簡単だと思います。しかも例も結構覚えやすいんです。こちら。蜘蛛の糸とか皮膚などですね。特にこの蜘蛛の糸っていうのはだいぶイメージつきやすいと思います。実は蜘蛛の糸って本当に。 こういうのが積み重なってできているんですこれイメージしやすいですねさあ単純タンパク質の分類ということで球状タンパク質、繊維状タンパク質イメージとともにしっかりと頭の中に入れておいてくださいさあ練習やっていきましょうこちらです次の問いに答えようということですね一番目は加水分解すると アミノ酸だけを生じるタンパク質を何というかということですねアミノ酸だけを生じる単純な野郎ですから単純タンパク質ですよねよろしいでしょうか お名前はイメージそのままででですすよねでは2番目ですその単純タンパク質のうちポリペプチドさが球状に丸まったタンパク質をなんというかイメージはポリペプチドさがありましたくしゃくしゃにポイって捨てました球状タンパク質でしたね。 よろしいでしょうかイメージ大変つきやすいですですからちゃんと言葉の定義を覚えてタンパク質の分類を自分のものにしていきましょうさあ本日のまとめです今日はタンパク質の分類について学びましたね一見複雑に見えるんですがちゃんと定義を見てみると簡単でしたよねですからしっかりと言葉を覚えてあげてください では今日はお疲れ様でした。